どうもピオキングです。今日はいろんなコースやっていきたいと思います。でまず始めるコース、報告用トロールその1、面白ギミック探しの旅ということで、説明文にそう丸やって書いてるんですけど、アニメのキャラクターの名前かなんかですかね、僕は分からないんですけど。なるほど、一気アップとかで誘惑させると相手をはめやすいのか。まああいつなら真っ先にハマってくれるだろうな。その2が来るかは不明って書いてるんですよ。でこのオリベースさんっていう方はとてつもなくトロールコースを作るのが上手い方なんだよね。まあ僕の勝手な意見ですけど、日本でトップ3に入る上手さなんじゃないかなと思ってます。でそんな方が軽く作ったトロールコースみたいですね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.38% で、みんなさ、9月14日にあった忍耐見た？やっぱ忍耐見るのめっちゃ面白いよね。でマリオシリーズが出てきたらよっしゃーやーこれでーみたいな感じになんだけど思ってたと違うみたいな。じゃあこのフロア取ってっていいのかな開幕派だー。で今回気になってるのがさ、マリオ RPG とかピーチのやつもそうなんだけど、一番はハトのゲームだね。ヘッドバンジャーだったっけ、あのちょっとキモ可愛いのがめちゃめちゃ良くないあれ絶対面白いと思うんだよな。さあハラちゃん乗っていいのかい、乗ってあのキノコを取りに行けばいいの。やめなさい軽く作ってるっていう感じだから、軽い感じで作ってるっぽいからさ、軽い気持ちでやろうと思ったけど、そういうわけにもいかないみたいですね。じゃあ隠しブロックを叩きつつ魚を避ける。でこの魚を踏んでキノコを取っていけばいいのかな。待て待てほら、一匹も逃がすかよ。お前は俺の足元で這いつくばっていればいいのさああうるせえ大丈夫そこ、こんな感じでさ。でこれ右と左どっちだと思う？左よしよしよか、よしよしよし、絶対右ブロパがなんか出てきたと思うよ。でこのハテナブロッカー鉄球ではないね、一気アップ。でこっからが行った先進むんだろうな。ここも隠しブロックある、ここはあるね、ここは、あーはいはい、無敵状態のまま行けっちゅうことみたいでちゅね。そういや最近コメントでさ、もっと面白いこと喋ってるってコメントがあったんだけどそんなん言えねえからな僕は。みんな期待しないでくれよ、何やってんの。実況者たるもの必要なトーク力っていうのが全くないんで、トーク力なんかに期待しないでおいてください。ただ実況力は誰よりも自信があるでそんなんでいいのかビオキングお前もう4年近くやってんぞと実況を。じゃあ P スイッチを叩けばいいのかな。そしたらボム兵が落ちてくるわけでもない。なんかサンボが左に行ったけど、あそこにマスターソードがある。でもここで爆弾を倒せば右にスクロールしてくれるんじゃないか、頼む。いやそんな弱気になってちゃダメだよね。自分がトーク力がバリバリある人間だと思ってこの先やっていこうか。じゃあここ開けますそう思ったら何も喋れなくなってきたじゃあこのハテナブロック、お前やめろって。そのハテナブロックの中身気になったじゃんけ。で上まで行かないの、もうそんなところにとどまるなんて邪魔くせえことすんなって。お前どっか行け、来た。えこの隠しブロックめちゃめちゃありがてえね。そしてこの下に行く、ヒップドロップで行こうか、これいいんじゃない。オーケーオーケー。でこのドア雑談みたいになってるって、このままだったら動画として使いにくくなるって。だからちゃんと実況していこう。でここはどうすればよかったっけ、ここから、めちゃめちゃギリギリだったね。ついてるついてる今日は。右か左か、左から行こうか、こっちが怪しいよ。ここでキノコを取って先に進んでいく、合ってんじゃない。なんかあーとか言われたけど合ってないね。デカキノコを取ったらいけなかったのかな、どっかでチームになる場所はない。左からもたくさん来てんじゃねえよいやでもここ下に降りればワンチャンやり直し効くんじゃない。しょうもねえの作るな。ここはね、こっからしゃがんでおけば簡単にかわせる。でさっき左から行ってばよかったっけな、下から行ったらどうなる、下から行ってキノコを消すみたいな。あ、これで上に、あー、ならこっからどうすればいいかっちゅう話ですよ。左から行ってデカキノコにギリギリ近づけばいいみたいな感じかな。おお、よしよしよし、はい、早く右に、何やってんの。しかしからくりは全て分かった、このデカキノコにギリギリまで近づきます。で消えたら左行ってからの右出しで問題ない。でごめんね、このオープン叩かないよ、さっきデカキノコが出たのが見えたからね。そんでこの下はハテナブロックと、お前そんな走るやって少年容器激しい、分かった分かった、認めるから僕がさで左は何だろうな、50コイン、やっちゃう気になるけど一旦このハテナブロック叩こうか、これはお前はそんなに引き込まなくていいんだ。あい
つはリア充になったみたいだね。じゃあこれもう左に行くしかないよな。右のブロックは開かない。これ左大丈夫？右のブロック開けるための鍵があると信じてるぜ。来た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 。何も起きないじゃねえか。期待させんな。こっからどうすればいいかわかんないのよ。ハテナブロックを叩いちゃいけない。で、左にも行っちゃいけないってことは、このボブ兵をどうにかするしかないと思うんだけど。あ、これで落ちてくんのか。いや、待て待て、ドッスンとか来るかもしんねえ。おーいおーいって待て待て、来るな来るな。これ絶対取っちゃいけないやつだろ。でしょうね。さすが日本一トロールコースを作るのがうまいと言っても過言じゃない人だね。罠の一つ一つが楽しい。こんな大量のキノコなんて笑うしかねえじゃんか。さあ次に進んでいこう。このハテナブロックは特に叩いても何もない。でキノコも取っちゃいけないと思うよ。デカキノコを取ったらいけないステージだと思う。でこのデカキノコは取っていいんじゃない。取って左に行くのが正解みたいな。一旦そうしてみようか。これでほっ中間やったまさかこんなところで中間があるなんて思わなかった。まあまあラッキーだね。そしてこのボム兵はちゃんとブロック壊してくれる。壊してくれるね。上と下どっち行こうか。一旦上行ってみる。上は P スイッチ特に何もなんない。じゃあ下行く。でチビになってあのドアに入れっていうことかい。それともまだ先に何かあるのかい。何もないね。まああの上のしょうもない土管は無視して進んでいこうか。でこれなんだろうな。なんかのアニメのキャラクターをイメージしてるのかもしんないけど、これは何？一気アップ。じゃあ土管の方に進んでいこうか。右下にワンナップみたいなこと書いてたね。でホールドレフト。わかるか。早いってヒントが。あんな出てきた瞬間じゃんか。ホールドレフトとかさ絶対わかるわけないじゃんね。こうなんかねさっきと違うゴールが見えるよ。なうってなんだなうって。上隠しブロックあんじゃないのか。なるほど、そういうことか。ホールドレフトだ。今左下ってこと。やってくれんじゃねえか制作者さんよ。え、これテレさん出てこないんだけど。お前テレさんもうちょっとこっち来いって。もうそんな恥ずかしがらなくていいからちょっとだけこっち来いって。動け動け動け。すいません、またエヴァンゲリオンネタみたいな感じになってしまいましたね。碇シンジ君が動け動け動けっていうシーンがどっかであったとは思うんですけど、さあここから左を出発すれば大丈夫だよ。なんでよー、またこれか。もうみんな助けてよ。あのテレサの罠に引っかかるたびに僕は最初からやり直しをしなくちゃいけないんだよ。じゃあこの扉に入って一瞬左からの右、これでゴールできるんだろうね。8ブロックない。やったいやさすがと言うべきか。とても面白いトロールコースでした。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。アイテムで難易度が変わるアスレチックということで、説明文に USA キノコは簡単、ワンナップは普通、デカキノコは IQ180 オーバーって書いてるんだけど、これめちゃめちゃ面白そうじゃない。アイテムで難易度が変わるとか見たことないよね。ちょっとやっていこうか。クリア率は 1.24%。 まあ全部のアイテムでやってってもいいんだけど、それだったらクリアテイクを3回も見せちゃうことになるからさ、デカキノコ一択でいきたいと思いますよ。さあゴール条件が何かあったね。1回もダメージを受けないでゴールで、こっからスタートという感じか。うわ難しいだろうな。 IQ180 オーバーだよ。僕 IQ 多分3くらいしかないからな。いや今回だけは IQ200 オーバーでいきたいと思います。ちょっと意味わかんないけど、さあここで上に行けという感じか。いやこれもう終わった。下から行けんじゃない。よし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 。これ確かに USA とかだったらブロックも壊さないで簡単かもしんない。これ一気に右まで行っちゃおう。右まで行ってこのバーを越えていく。いや全然ぬるいよ。え、まだまだ全然ぬるいような気がするんだけど。で、あの隙間に入れっていう感じか。これちょっと難しいね。こけけ。よっほっほっほっ。なかなかいいペースできてる。でこれはブロックを壊してツタに捕まろうか。いやそんなことしなくてもよかったね。で上に行く。上からはいけない。ってことはブロックを壊しつつ右の方まで行った方が安全かもしんない。だからこっからシャガちゃんからの右。うわーパックンが出てきてる。どうしよう。あれ当たんないかな、あの雲の上。大丈夫。邪魔。まあ、一応下からやり直しは効くんだね。でもゴール条件がないからやり直します。ここ結構難しいよな。雲の上に左向きのバーがあるからさ、あの隙間にしゃがじゃんで入れっていう感じだと思うんだけど、これいけるかな。うーわあの上のバーがマジで邪魔なんだよな。ちょっと練習していい。こっからしゃがじゃん、あこれ上からいけんじゃん。
なるほど、たったそんだけで受かったのか。ごめんごめん、上のバーのところ完全に見逃してた。じゃあこっから先はリフトがあるけど、このリフト乗ったら沈むよな。でもあのバー高すぎて上に行けないと思うんだけど、一回走ってジャンプしていこうか。お前邪魔すぎんだって。いや右下になんかあるよ、あっちの方まで行けば。これ行けないから。おーしよしよしよし、これ救済措置。あの隠しブロックの上からも行けそうな気がするんだけど、後で行ってみようか、やられたら。じゃあ一旦鍵取っておく。これ戻れる？うん、戻れそうな予感がしないな。頼む、マリ。よしよし。もう戻れんと思ってた。ここはもう右までジャンプしていっちゃおうか。多分そっちの方が安全だと思う。これブロック壊してしまうもんね。うわ出た出たよ、猿になるところ。これデカキノコだったらちょっと難しいんじゃないかな。はいはい、はい、めちゃめちゃ調子がいい。そんなに難易度難しくないね。そしてここは USA キノコとデカキノコがあるけど、これデカキノコの方に行けっていう感じかな。で、この鍵扉に入ります。で中間ポイントかな、ゴール。これコインか、ありがとうございます。こんなところでコインなんてくれちゃって。いやめちゃめちゃ面白いコースだったね。でも他のアイテムでも1回だけやってってみようか。 USA キノコが簡単って書いてたから USA キノコでやってってみようか。まあ下に降りたとしてもこうやってね簡単にやり直しができちゃうから簡単っていう意味なのか。それとあ、わかったよ、これ簡単にさ、タメちゃんで上に行けるからじゃない。あーなるほどね、これは確かに簡単だ。さあどんどん進んでいこうか。まあ、ゴールまではしなくていいとは思うんだけど、え、さっきとなんかちょっと違うくね。こんな風おらんやったら、お前ちょっとちょっとだって全然ジャンプができない。え、これ何、何の耐久これ。さっきとちょっと違うよ、こっからジャンプ、うわマジでジャンプができないんだよな。一旦勢いつけてすぐジャンプ。いやマジでお前さ、いい加減にしろよ。これ一回さ、下に降ります。で振り子の勢いをつけた方がいいんじゃない。ここで、いや今ついたでしょ、この状態ですぐに乗る。多分これで先に行けるんじゃないかな。あ、来た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 。で乗って右。いや難しいな、 USA 機能の方が逆に難しい説あるよ。ここでダンプ、ダンプじゃねえジャンプで、ここも、ためちゃんしてからの右に進める。なるほどね、こういう感じで簡単っていうことか。まあこっから先は一緒だと思うんだよね。だからもういいと思うから次のコース行こうか。みんなすごいコース見つけてきたね。ゴールは目の前53、飛び跳ね放題フィーチャリングバネって書いてるんだけど、サムネエゴくない？バネと砲台が重なりまくってんだよ、どんな動きするんだって話だよな。で説明文は待ちましょうって書いてるし、クリア率も 30% 超えだからそんなに難しくはないと思うんだよな。ちょっとこれ見たくない、やっていこうか。でゴール条件もあったんだよな。でゴール条件は50コインを1枚取ってからゴールか。で待ちましょうって書いてたから、何もしないでゴールができるっていう感じなんじゃないかな。キモえ、なにこの動き、待ってればゴールできるんかな。いや、マリオ挟まれちゃったよ。え、このまま何もしないでいいの本当に。マリオ挟まれただけじゃん。え、その残り3秒だよ、2秒、1秒、何もなんないじゃん。待ちましょうってどういうことなんだろうな。うわ、やば、やっぴゃ、やっぴゃ。俺どうすりゃいいのよ。ただの運ゲーじゃねえか。これ33番もあんの、どうやっても下に行けそうな気がしないんだけど、いけるか、この隙間からいけるか。いったろ、逃がしてくれ。もうやめていいっすか、このコースをやってるとね、何をやってるんだろう自分って本気で思ってくるね。これどっかに隙間があるはずだから、その隙間を拭っていかなきゃいけないと思うんですよ。もう無理じゃんか、こんなの。もう邪魔邪魔すんなって。スタート位置にわざわざ戻そうとすんなって。いや、あそこ真ん中隙間あるな、あそこ行けるんじゃないか、頼む。このコースもうやめろ。僕が諦めるわけないさ、こんなヌルヌルの簡単そうなコースをね。さあどこに隙間があるんだい。このコースにクリア率が 33% もあるっていうのが不思議でならないね。多分下の方に50コインがあると思うんだけど、こっからなんで運ゲーっていうのは分かってんのよ。ただどこに行けばいいか全く分かってないのよ。真ん中ら辺は危険っていうことは絶対分かる。もう挟まれる予感しかしないもんな、この辺って。こっから下に降りれって、頼む、下に降りれば勝ちなんだって。もう
未来が見えない。このさ、一番左の砲台があるじゃん。この砲台が上まで来てくれれば楽なんだけど、こっからスーッと下の方に行けるような気がするんだよな。そしたら挟まれる心配もない。いや、これチャンスなんじゃない？こっから右を進行。よし、来た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 。で、50個やった。50個行け。50個移動に行けって。邪魔するな、バルノボが。これどっから行くのがいいんだろうな。まあ、適当にここら辺ジャンプしてって行ってみるか。なんか行けそうじゃない？うん、タカ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 。いや、行ける行ける。よしよし、もうちょっともうちょっと。いやもうちょっと。バレ邪魔すんだってお前。残り2秒しかねえんだって。バレー。いやもういいよ、もうどうなってもいいよ。僕の実況だけ、ただうるさいやつっていうレッテルを貼られるだけでもういいんだ。この下からいけるよ、これで。頼む、あの50個移動さえいければ。え、やったなに今のゴールの仕方、ゴールポール捕まってなかったじゃんあんなゴール初めて見たよ。まあこんなにも達成感が複雑な感じのコースは初めてですね。どうもありがとうございました。しかもなんか最速も取ってるし。